どうも、なおちんです。さあ、それでは、ドラゴンボールカカロットやっていきます。プレステ版でも、ベジット、そして、ゴテンクスが使えるようになったので、入手しに行きたいと思います。もう結構前から使えるようになってるんだけどもね、スイッチ版でしか入手してなかったんで、プレステ版でもゲットしに行きましょう。ある程度のサブクエをクリアしていくと、5点に話しかけることができるようになって、こっからスタートみたいですね。スイッチ版でね、ゲットしたんだけども、もう忘れたんだよな。もうこのサブクエストとかは、もうアニメとかではない話なので、ちょっとね、楽しめるんだよね。ちょっと悟空とベジータの、なんかこう成長した姿っていうか、そういうのが楽しめて、俺このサブクエ結構好きだったんだよな。これもね、フルボイスで喋ってくれればよかったんだけども、これはね、フルボイスじゃないんだ。でもまあまあ、なんか漫画を見てるような感じで見てましたね。このクエストで間違いないですね。報酬で、必殺技アシストフュージョンがゲットできます。これ頑張るチビ戦士たちだったね。名前までは覚えてなかった。よし、どんなクエストだったっけ。確かね、戦闘もあったと思うんだけども、そうだね、チビの時とは修行したこと確かにあんまりないかも。漫画の42巻ではちょっと大人になった、ちょっとでもないな、中学生ぐらいになった5点かなと悟空が修行してるシーンは描かれてたけども、どうなんだろうね。そのまんまじゃねえか。強くなってるよ。78だ78で俺に勝てると思うなよだよね。あ、でも経験値かなりもらえる。まあレベル300でもうこれ以上上がりはしないんですけどね。よしへへへこの時の悟空の戦闘力、よし、ブーって戦った後すぐぐらいだから、どんぐらいだろうね。よし、はははは次はゴテンとトランクスと戦うのかな。カプセルコーポレーション到着さっき終了したから、5点の方が強く、いやたかが1日程度の修行じゃどうにもならんでしょ。いや、なったの。成長早すぎでしょ。まあ、子供だからそれぐらい成長するのかな。おい。おー。ねえ。トランクスはベジータといつも修行してるわけじゃないんだ。おい。子供ができてベジータは変わってきたんだよね。イエーイ。そうか。あら。こっちはこっちで悟空とね、修行をさらにつけるっていう感じだ。ありがとう。よし。悟空の職業、農業だよね。ねえ。悪いなあ。よし。もう一回戦うんだ。さっきと同じくちょっと本気でいきましょうか。いきなりブルーでいこうか。じゃだよね。容赦ないね。どうなったっけ？フュージョンして戦うんだっけ？どうだったかな？トランクスの方が1歳年上だね。1歳だよね、確か。一緒なんだな。そうか。あれだね、昔ピッコロがさ、ご飯を連れ去った時に悟空は師匠には向いてないとか言ったけど、そんなことないんだね。実際ウーブとかも最後育ててるし、師匠にも向いてるよ。ねえな。ああ。へへへ。どう。ゴムを倒した後のベジータ、ベジータよりもゴテンクスのサイヤ人3の方が強くないか？いきなり3だ。おい、フュージョンは何だったの？フュージョンは2倍だったっけ？なんか倍率があるんだよね、確かね。倍率表みたいなのがネットで見たことあるんだけどな。フュージョン倍だった気がするな。ホタラはもっと上だったんだよね。よかろう。甘いな。この2人もうすでにブルーになれるんだ。だよね。だよね。これに勝てるはずないじゃん。はあ。ねえ。いや。何？何？へへん。おい。イエーイ。はは。おい。あれだよね、最初にイエーイトランクスがスーパーサイヤ人になった時にね、遊園地には連れて行ってやるって言ったやつだよね。サタンシティだね。おい。本当悟空がちっちゃい時はね、こんなんじゃなかったからね。なんかあれね、あれだね、昭和の人と令和の人みたいな違いなんだろうな。おい。おい。どうすっかなねえ。ありがとう。いや僕大体家にいるでしょ。いないか。一人でフラフラっとどっか行くのか。はい、ではクリアです。ありがとうございました。